コスミヨシダナオです。ですね、今日は、翔んで埼玉を見てきましたっていう話でーす。これ新しいポーズ。私の年収低すぎみたいなやつ。これでね、そうね、何から話そうかな。ネタバレがないところから話していくと、いやまあでも何がネタバレかとかってよくわかんないんですよね。例えばね、BGM の話。BGM にヘンデルのサラバンドが出てくるっていう。ヘンデルのサラバンドだよね。ヘンデルのサラバンド、ちゃんちゃんちゃん。ヘンデルのサラバンドで有名な映画といえばね、スタンリー・キューブリックの、スタンリー・キューブリックのあれ出てこない。すっごい映像綺麗なやつ、なんだっけ。まあ、すごい好きな曲なんですよ。この元住吉の方が。なんだっけな、ヘンデルのサラバンド、スタンリー・キューブリックで。検索するとわかるはず。さあ来た、バリー・リンドンです。バリー・リンドンっていう作品があって、まあそれですげえかかる、すげえかかる。あとなんかなんだっけ、なんとかの女っていう曲がかかる。パッ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 パーってやつ、あれも好き。それいいんだけど、バリー・リンドンはあの DVD 持ってます、持ってるんだけどね、あんまり見ません。DVD って持っててもあんま見ないよね。それはいいんだけど、サラバンドがかかるっていうのはさ、ネタバレなの？ネタバレじゃないの？もうサラバンドがかかって感動することだって言いなくなりました。もっと住吉七尾さんひどいですみたいなこと言う人はもうこのチャンネル見ないでください。もう仕方ないです、そういう人は。あるいは、翔んで埼玉、もうタイトルに書いてあるんで、翔んで埼玉見てから見てください。その方がいいな。見てください。ごめんなさい。お願いします。でね、そうね。いきなり出だしで、ピタゴラ装置です。意味がよくわかんないデピタゴラ装置なんですけど、これ何なんだろうね。なんか具体的な意味があんのかな。そこちょっとわかんなかったんですけど、まあ、ピタゴラ装置ってさ、なんか、すごく計画された話みたいな。で、そうだ、バタフライエフェクトとかさ、そういう意味じゃん？なんだけど、なんかその辺よくわかんなかったですね。あんまりテーマと関係がなかった気がします。でね、まあ、翔んで埼玉原作がある作品で、原作漫画がある作品で、なんですけど、まあバカな世界観で直球の話をするっていうタイプです。まあそういうジャンルがあるんだよね、やっぱね、世の中ね。まあストライクウィッチーズとかも多分そうだと思うんですけど、最近のアニメなんだろうな、なんかあるかな。バカな世界観で直球の話するやつ。ストライクウィッチーズ新しいの始まりますよね。501のやつ。まあ、それはいいんだけど。あと、元住吉七尾の好きな漫画としては、コミックマスター J っていう漫画があるんですけど、これはこのバカな世界観で直球の話をする作品系ですね。のやつですね。で、原作読んでないんでわかんないんですけど、原作と多分違うとことしては、いわゆるネステッドループ構造ですね。ある物語、物語の中に、映画の中で物語をやる。物語の中に物語が入ってる。いわゆる聖夜一夜物語とかの構造です。
これ物語の中に物語があって、その中にまた物語がある的な構想をやってるやつとかもさ、世の中あるんだぜ。世の中あるんだぜ。ちょっと出てこないけど、なんか面白い小説あったと思う。忘れちゃった。それでその外側の物語の中に出てくるのが、パルルちゃん、島崎はるかが可愛かったっていう印象しかほとんどないですかね。で、まあ中の物語としては、いわゆるもう異世界だよね。もう完全に異世界で埼玉がすごい虐げられていて、それで、ね、埼玉の人間が東京に入るためには通行手形みたいなのが必要みたいな話でさ、なんか変な装置使って、埼玉県人を発見したりすることができるみたいなやつ、そういうやつで、千葉の人たちも、埼玉に入るのに通行手形が必要で、まあなんか千葉と埼玉がいがみ合ってることを利用して、東京の人たちがこう支配してるっていう、そういう構造してるっていう話だよね。まあ主人公がガクトと二階堂ふみちゃんなんですけど、二階堂ふみちゃんこれ男の子役なんです。ここわかん、なんか女の子だからさ、元が可愛い女の子だから、なんか可愛い女の子に見えちゃうんだよね。なんか男装の霊人的なさやつに見えちゃうんで、ちょっとそこはなんか配役的にあれかなと思っちゃいます。むしろあの女性にしちゃってもいいかもしれないぐらい、わかんない。まあそんなことをすると原作を改変しすぎだっつって怒る人がいるんで、まあその辺難しいですよね。で、なんだけど、まあはっきり言いまして、この二階のふみ演じるももみくんがですね、主人公です。プロタゴニストです。で、そう考えるともう完全に神話構造ですよね、これ完全だね。はい。で、ガクトはヘラルドですよ。ガクトがいわゆる異世界からの使者だよね。で、東京っていう、まあ安定してる東京のなんとか学園っていうところの安定した社会から、ももみちゃんを連れて、ももみちゃん好きにしちゃいますけど、ももみくんを連れ出すっていう、連れ出して埼玉を、となんていうのかな、埼玉を解放しようみたいな話になっちゃうのよ。たださ、ももみちゃんには埼玉を解放するこう動機ってほとんどないんだよね。それはもうなんかガクトのことが好きっていうだけしかないのよ。だそこがちょっとさ、なんかももみちゃんの感情に寄り添うっていう意味では、難しいところかなとか思いました。ちょっとね、まあでも話としてはさ、すっとんきょうな世界観が面白い作品なんで、埼玉がすげえバカにされてるっていうすっとんきょうな世界が面白いっていうことなんで、まあそんなにそこがマイナスになるかっていうと、マイナスにならなくて面白かったっちゃ面白かったんですけど、まあ埼玉ネタだよね。なんかその辺のなんか世界的にヒットは絶対にしない作品なんですよ。でもっと言うと、関東圏でしか多分よくわかんないと思うんですよ。関西の人たちって、こう埼玉がどうしてダ埼玉的なさ、なんか、こう感じ方をさせられているのかっていうのは、なんかよくわかんないと思うんです。だから、なんだろう、その辺で、ちょっと難しい立ち位置の映画なのかなっていうのは思いました。で、そうね、敵と、この辺からちょっとだけネタバレしていく前に、中尾明さんが、やっぱり芝居いいよねっていう。やっぱああいう役合うわよなとかさ。あと、京本まさきさん。めちゃめちゃこうキャラ合ってるなっていう。ガクトが、これはネタバレなのかもしれないけど、
まあなんだろう。ガクトが京本政樹さんを、まあ、受け継いでる存在なのよ。受け継いでる存在みたいなところで、なんか、その、良さがあるよね。面白さがあるよね。あとはね、そうね。そう、それ、ちょっとずつネタバレしていくと、いわゆる、基本、神話的な基本構造なんだけど、最初に戦った敵が味方になるっていう展開なんです。これはよくある形なんですけど、まあさ、敵が味方になっていく。旅立ちのシーンがあって、敵が異世界に行って、そこで会う敵が、味方になって大きな目的を達するみたいな話。そして、群馬が出てくるんだよな。群馬という、で、そうそう、ももみちゃんがさ、主人公っていうのは、ガクトはそんなに、なんていうのかな、変化しないキャラクターなんですよ。で、ももみちゃんは思いっきり変化するんです。それは、もともと東京の偉い人で、で、それで、東京最高、他はゴミみたいな価値観の中にいる人が、そうじゃなくて、他の他県も、いいとこあるんだよってことがさ、分かってくわけじゃん。で、そういうストーリー展開っていうか、ももみちゃんの変化があるんだけど、まあ、で、最終的にももみちゃんが埼玉最高みたいに転校しちゃうとこはよくわかんない。そこは行き過ぎな気がするんだよね。まあ、それはさておき、で、群馬に、ももみちゃんがね、最終的に一人で行くんですね。そこがやっぱり、この作品、面白いとこですよね。面白いっていうか、王道なストーリーを作っているところ。で、その群馬で、一つの、なんか、まあ、いわゆる、マクガフィンだよね。マクガフィンっていうのは、奪い合う。奪い合うものだよね。いろんな主人公、登場人物が奪い合うやつを手に入れて、それで戻ってくると。そこで、ももみちゃんが成長していて、という話なんですわ。だから、完全にももみちゃんが主人公の作品だったと思います。そうねー。まあ、基本的なストーリーラインはもう王道なんで、王道に楽しむことができて、かつ、その埼玉ネタを楽しめる関東圏の人間、あるいは関東に詳しい人間だったら埼玉ネタがすごい楽しめていいんじゃないかな。そんなとこ。あと、外側の世界と、そう、ネステッドループ構造って言ってたじゃん。外の世界と中の世界が、物語の中に、さらに物語の世界があるって構造してるんだけど、その中の物語と外の物語が、なんか最終的に、くっついてるみたいな。くっついてるみたいな、そこはちょっと面白いかなっていう、ところですかね。どうなってんの？どういう風に世界繋がってんの？っていうのは、ちょっと、視聴者、側に、想像の余地があるっていうかね、そういうところの面白さがありましたね。はーい、じゃあね、バイバーイ。